今日のご理解です。池上金光大臣御教えより、ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる、竹や木は折れる、神を杖につけば楽じゃ。金の杖をつけば曲がる、竹や木は折れる、神を杖につけば楽じゃ。大坪宗一郎氏身にご理解より、歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。さて、信心を育てるにはどうしたらいいでしょうか。それには二つあります。一つは、神様を信じる力をいよいよ強くすることです。そしてもう一つは、日々に自分の心を改め磨きしていくことです。身に降りかかってくること、日常生活の中で起きてくること、それはこの二つのことを育てるために起きてきます。その成り行きによって、神様を信じる力をいよいよ強くし、または自らの心を改め清めしていくために、さまざまな成り行きが起こってきます。どうぞ成り行きを大切にする、その成り行きで改まり磨き、または信心を強くする、そういう傾向をしていただけたらと思います。どうぞ成り行きを大切にする稽古に取り組んでみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。